登場します。アルプホルンと言います。アルプの、由来はこれはモミの木でできているんですけれども、モミの木を1本切ってきて中をくり抜いて作ってあるんですね。昔の人はこれを吹いてなんと電話の代わりにしていたんです。プップップ今日も元気だよ、プッ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 プ、嵐が来るよ、旋律を決めて山から山に吹いていました。今日は3メートル40センチのものなんだけど、7メートル以上あってギネスブックに載ってるものもあるし、くねくね曲がったアルプホルンもあります。ギダくんが演奏するけど拍手がないと嫌だって、温かい拍手お願いします。